おはようございます。さあ今回は僕の早朝ルーティーンを紹介していきたいと思います。朝早く起きて一体何をやっているのか、そういったところを見てもらえばなっていうふうに思います。はい、ということでこちら今朝5時に僕は起床するわけですが、はい、僕の顔が出てきました。ちなみに朝起きるときはアップルウォッチが腕の振動で起こしてくれるのでとても便利です。それでは僕のルーティーンを見ていきましょう。はい、こちらは歯磨きをしながら勉強しています。ちなみに何をやってるかというと、前日の復習を必ずやるようにしています。これは前日の夜に1日の復習をするのですが、そこで出てきた内容をもう一度そこで再確認することによって長期的な記憶を図るというところでやっています。何かをしながら暗記をやるっていうのはやっぱりこれ暗記の鉄則なので、ぜひ皆さんも真似してほしいなっていうふうに思います。はい、こちらはなんと筋トレをしている場面ですね。はい、最近僕もねちょっと体を大きくしようとね、いろいろご飯とかもたくさん食べて結構こう筋トレして頑張って体重を増やそうと頑張っているわけですが、なかなかやっぱ大変ですね。やっぱこうずっと勉強だけじゃダメなので、こうしてこう適度にね運動とか混ぜながらやっていくと、やっぱりこう勉強とかとメリハリがついてやっていけるので、やはりこうずっと勉強というよりかはこう運動とかね、まあ特に高校生の皆さんであれば体育とかね、そういったところを有効活用してもらえばいいのかなっていうふうに思うので、ぜひ真似してみてください。いやー最後しんどそうですね。まだまだです。頑張ります。はい、こちらはですね朝僕シャワーを浴びるんですけども、まあ、シャワーを出て髪の毛を乾かしながらちょっとねお勉強してるってところです。まあこれ何をやってるかっていうと、まあ法律の勉強ね、いろんなその判例の規範とか論証とかっていうのを覚えないといけないんですけども、まあこう口に出しながらね覚えてるというところをやっています。やっぱりこう暗記っていうのはね、ただ目で見て覚えるっていうよりかは口に出してやったりとか耳で聞いたりとかやったりすると、こうよりね長期的な記憶にもなりますし、やっぱ印象に残るので、ぜひねこれただただ本を読んでやるっていうよりかは、まあこう口に出したりとかね、特にこうドライヤーとかやってるとなかなか自分のね声とか書き消されるので、ちょっとねこう音読に対するハードルが下がるんですよね。やっぱ自分の声ってあんまり好きじゃないじゃないですか。そうなので、こうドライヤーとかやるときにこう自分でねこう声出しながら覚えたいものをやるとすごいいいんじゃないかなっていうふうに思うので、これぜひ真似してほしいなと思います。例えば夜寝る前とかね、風呂上がりとかにこういうとこやってもらえるとすごい暗記の効率が上がるんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。まあしかしドライヤー長いですね。はい、はい、こちらはですね今朝ごはんまで少々時間があるので英語の勉強をやっているところです。まあ僕先日ねTOEIC 受けたんですけど、資格試験の非常に低い点数だったんですよ。だからねちょっとまずいなっていうふうに思ったので、これね髪の毛も実は切ったのも実はそれが理由なんですけども、こうね口に出しながらリスニング対策も兼ねて英語の勉強をやっています。やっぱりこの僕はねこの前 TOEIC 受けて思ったこととしては、やっぱり英語は毎日やらないと本当にそれこそ指数関数的に成績が落ちていくなっていうのをね非常に痛感させられたので、ぜひ受験生の皆さんもね大変でしょうが、毎日ちょっとでいいので必ず英語にはね英単語だけっていうよりかは英文とかね、本当にそういったところもねやっぱぜひ触れてほしいなっていうふうに思います。本当にね逆に毎日やれば必ず英語っていうのは本当に力もついてきます。自分も浪人始まった時に本当にリスニング全くできなかったんですけども、毎日コツコツやっていったらちゃんとね東大とかセンターとかのリスニングでいい点数取れたので、ぜひ今ねできないって方も毎日頑張ってほしいなと思います。はい、こちらはですね朝ごはんを食べながら YouTube を見ているシーンになってくるんですけども、そうですね基本的に僕朝見るのはだいたいマスダボとかねパスダボとか、大学生なのに見るのかよっていう風にね思われるかもしれないんですけども、まあ、動画を見るっていうよりかは皆さんから来たねコメントとかをチェックしているので、ぜひ皆さんもね動画とかにコメントとかぜひ送ってください。まあ、あとね YouTube を見たりとか、あとはねこうニュースとか一応ねチェックとかもねやっぱするようにしています。やっぱね時事とかね、特にやっぱ社会情勢とか知らないとやっぱ大学生としてちょっと恥ずかしいなって思うところあるので、これ、ね、やっぱね確認するようにしています。ぜひね受験生の皆さんも確認しておいた方がいいかなと思います。はい、なんとこちらはですねなんとちょっと早朝ルーティーンで出そうか迷ったんですけども、やっぱりありのままの自分をね出した方がやっぱりよりリアリティとして伝わるかなっていうふうに思ったので、今回出すことで決めました。はい、なんとですねゲームをやっているシーンです。なんとパスダボでこのスイッチをやってるシーンが動画として出るっていうね、これ非常に衝撃的な映像かもしれないんですけども、はい、僕ねゲーム必ずやるようにしています。
大体ね30分っていう形でも時間を決めてね、もうこれ以外の時間も本当に勉強にガッて集中しようっていう風にやってるんですけど、先日ねあのスバルさんとマリオカートやる機会があったんですよ。はい。でそこでねもうスバルさん僕に絶対勝てるっていう風にねあの意気込んできたんですけど、あの僕ガチ勢でして、あのもうそこはねボコボコに、倒させていただきました。はい、ぜひね受験終わったら皆さんも僕とねマリオカート、対戦してほしいななんていう風に思ってます。はい、ということで、まあね受験生の皆さんもね何かこうゲームじゃなくていいんですけど、まあ、なんか一つね受験以外になんか楽しみねあの持ってもらえると受験勉強うまいこと乗り切ってもらえるんじゃないかなっていう風に思うので、ぜひなんかそういうの見つけてみてください。はい、こちらはですねもういよいよ朝ね学校に向かうシーンです。はい、基本的にはねこうあの法律の勉強で使う、まあ、判例付きの六法と、あとはまあ一応パソコン、あとは予備校に、ね、一応通っているので、それのテキストとかもね合わせて持っていくように、そして基本的に僕大学のね授業の板書 iPad で取るので iPad も必ず持っていくようにしています。はい、ということで、まあ、そうですね基本的に朝8時に出て図書館が開く頃には大学に一応到着するように心がけています。はい、ということでね僕やっぱ家で勉強できないので、もう基本的にはね大学で勉強するように気をつけてます。はい、ということでね、はい、感染対策もバッチリマスクをつけて、はい、いよいよ向かうっていうシーンですね。ちなみに僕にはねあの送り出してくれる人がいるんですよ。はい、ということでねちょっとねそちらの場面も見てもらいたいなというふうに思います。いってらっしゃい。行ってきます。はい、いかがだったでしょうか。これが僕の早朝ルーティーンです。まあね最後ねちょっとあのくだらない茶番がねあったと思うんですけれども、あの言ってらっしゃいの声の主が分かったよって方はねぜひコメント欄に書いてほしいなっていうふうに思います。ちょっと難しいかもしれません。そして16日はなんとね早朝勉強ライブをねまた朝6時から行おうっていうふうに思うので、そちらも合わせてチェックをしてほしいなというふうに思います。ってことで、この動画が良かった方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。パスチャーレ答えが出たら下のノート早く見よ。答えは概要欄からチェック。バイバーイ。